ささみささみー。どうしたの？ささみ、花好きよね。花大好き、春夏秋冬、いろんな顔を見せてくれるのよねー。そんな霊夢を招待したいとこ、あるんよ。おお、どこどこ？ズバリ、柴田の泉の公園、あやめーん。おお、あやめーね、花札にあるやつだよねー。そそ、花札って、あんたいくつ？ぐっふ、あやめは、勝負や柿椿と違って湿地に自生してないのよ。お、博学。あやめの花言葉は酔えたよりよ、このご時世にぴったりだよねー。でしょう、花好きの霊夢に、ぜひと思って。おときナイスー、ありがとう、いこいこ。じゃ、雪は私に運転任せて。ありんこ。あれ、行き。は？よ、よし、出発進行。あー楽しみ、あやめーんが県内にあるなんて知らなかったわ。ぐっふ、新潟バイパス乗って、柴田のあやめーんまで向かうよ。ほい、新潟バイパスって本当に交通量多いよねー。いつ通っても車がいっぱい通ってる気がする。その通り、全国一般道交通量調査で。うむ、なんとトップ10に3カ所もランクインしてるんよ、新潟市内で。3カ所も？すご。ぐっふ。新潟バイパスって、信号もないからまるで高速道路みたいよね。確かにね。新潟西バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの3つを合わせた距離は、約 37km、その間ずっと信号が1つもないからねー。これだけ長い距離信号がないのも、全国的に珍しいよね。確かに。ああ、新潟バイパスあるある、早く言いたい。ちょ、急にどうしたのささみ。新潟バイパスあるある、早く言いたい。言っていいよ。新潟バイパスは便利だけど、新潟市は至るところで渋滞発生しがち。わかりみ、出勤退勤時とか、時間帯によってはバイパスに乗るまでに結構時間かかったりするんよね。そうそう、バイパス乗るのにこんなに時間かかるんだったら、下道で行けばよかったって何回も後悔したことある。現在も、交通の利便性向上のために、栗の木道路、四竹山道路とか新潟中央環状道路とか作ってるよ。お、それができたら便利になって、渋滞も緩和されるねー。わかるわかるー。あ、ささみ、見えてきたよ。ん、あやめーん。ちゃう、新潟大橋。ぐふ、また橋かい。橋に呼ばれてるのよ。忘れてない？これ橋の YouTube よ。なる。じゃあ詳しく話してちょ。よ。新潟大橋は、新潟バイパス、黒崎インターチェンジから、名家インターチェンジ間の、信濃川に架かる橋長330メートル、幅員 31.5 メートルの橋よ。ふむ、1971年に作り始めて、1973年に第一期橋完成。同年、暫定に車線通行開始。ふむ、翌1974年、第二期工事開始。うむ、で、1978年現在の6車線になったのよ。ちな、新潟バイパスは1970年から1973年に開通したよん。ふむ、で、橋の形式は6景観連続交番下たよん。よ、新潟バイパスは自動車専用道路なんだけど、この区間は歩道があるのよ。結構車で通るけど、たまーにしか歩いている人見ないねー。うんうん。ここ車線多いよねー。片側3車線で、計6車線。ちょいと行くと、北陸自動車道に直結しているよ。なるなる。前ウォーターシャトルに乗ってみた平成大橋と同じ色してる。確かに。同じ緑色だから、下から見たらビジュアル的には似てるかもね。確かに。あやめーん到着。駐車場広くて便利よねー。お、綺麗なとこねー。てか、あやめーんってそもそもどんなところなの？ぐふ、泉の公園っていう、陸上競技やサッカー、テニスなんかもできる公園があるんだけど。うんうん、そこに、300品種60万本のあやめーんがあるんよ。やばやば、60万本のあやめ。絶景間違いなし。毎年6月にはあやめ祭りが開催されて、期間中は県内外から多くの観光客が訪れるんよ。あやめ祭り、行きたい。ほんと広いよねー。ちな、泉の公園の面積は 89.3 ヘクタール。なんと東京ドーム約40個分。広すぎ。え、想像以上にでか、結構歩いたねー。散歩コースがきちんと整備されていて、ジョギングウォーキングしたくなるよねー。広すぎる、疲れた。ぐっふ。公園の中に池があるのねー。そそ、マス型の池よ。水鳥や蝶とか動植物を見ることができるよ。
あと市街地が一望できる名勝地があるよ。日本の都市公園100選にも選ばれてるんよ。おお、100選すご。霊夢、日本の都市公園100選って聞いたことあるの？ない、初知り。グフ。トリマ、子供から大人まで楽しめる公園。雑な締め方。あははは、歩き疲れた。お腹もペコペコちゃん。お、ってことは、やっぱ柴田のグルメよね。はい、たまりさのお得中毒グルメハンター。グッフ。柴田はね、お得価格でうまうまが大量にあるのよ。おーおー、お得中毒？激うまうま、お得中毒、特にお酒飲めるとこが。はいはい、アルチュー来た？日本料理屋、居酒屋、焼肉屋とかお得中毒まくりだけど。ジュルジュル。今日は、焼かない焼き鳥屋さんに行くよ。え、生の肉？生肉の串刺し？あはは、ちゃんと熱処理してあるよ。どういうこと？味付けして素揚げしてある、焼き鳥。それ、焼いてないやつ、揚げてあるやつ。グッフ。そねえ。ブーブー。ブーブー言わない。着いた、トリマミステリーの2階へ向かうよ。焼き鳥屋、ミステリー？グッフ。味がある店作りねえ。ガチなレトロ、ガチすぎる。でしょ。ガチよ。この風貌は、乗るか反るかの、ガチなやつよ。トリマ、ハイボール、ささみはウーロン茶ね。はい、了解です。私が注文してよい？おね。って、メニューシンプル。半身揚げ、焼き鳥赤白、やっこ、揚げ豆腐、キャベツの塩もみ。グッフ、揚げ物天国、悪の食べ物屋形よ。美味しそう、よだれ出てくる。トリマ、全部頼みます？よ。1階はカウンター席のみで、2階は畳ねえ。なに？ミステリーよ。え、なになになに？紐を引く手動エレベーターよ。さすがガチ、手動式エレベーターなんてなかなか見れないよね。ミステリー感よ。半身揚げねえ、安定のうまうま。かぶりつきやば。お、これが焼かない焼き鳥ね。うん。うま、確かにこれ焼き鳥だわ。揚げてあると思われないぐらい、あっさりしてる。うん。白が皮系、赤が肝系なんねえ、両方ともうまうま。語るねえ。揚げ豆腐って普通じゃない？インパクト少な。甘い、まだまだお得中毒グルメハンターには、ほど遠いねえ。いつも思うけど、そのキャラ何目指してないし。え、悲しみ。嘘よん、お得中毒押しまくりよ。アリリンコ、正しい食べ方教えるよ。お、儀式か？ミステリー感の悪の儀式だな。おうよ、まず中央に途中まで穴を掘る。うむ、おもむろに、柿醤油を手に取る。うむうむ、適度に浴びせかける。すべて韻を踏んでる。グッフ、これで儀式は完了。魔の儀式お疲れちゃん。熱々だから、やけど注意して、よ。うま、でしょ。これ、なんか全体的に鳥の味がする。うまうまやばやば。悪魔の食べ物だ。ウェルカム館へ。こやたまらん、ビールくれ。え、車よ、ダメダメ。グッフ、飲んだら乗るなよ。いつも運転手だから、駅前のビジネスホテル予約済みよ。朝に柴田のお米も食べたいし。さすが、グッフ、柴田は日本酒の酒蔵多いのよ。金増酒造、菊水酒造、一島酒造、藤野井酒造とか。金増ラベル、船口菊水、大門、酒造一国館。だよねー。すごい、みんな安定うまうまラインだねー。私、酒造一国館知らない。一国館知らないの？知らない。メゾン一国よ。あ、高橋留美子さんの漫画ねー。そそ、メゾン一国の京子さんとかうるせえ奴らのラムちゃんとかコラボのやつよ。なる。みんな美人よねー。うん、5月の花札と同じだねー。どういうこと？あやめと橋のやつだよねー。あれ、柿つばたとやはしよん。出た、偏った知識、何歳なん？あはは、やはしは三河愛知県知立市にある橋よ。へえ、モデルがあるんだ。で、花があやめか花勝負か柿つばたか区別つかないじゃない。実際、全部あやめかだし。確かに、わからない。同じでよくない？全部綺麗だし。いずれあやめか柿つばた。なる。確かに5月の花札。グッフ。ってことで、館からの蔵祭りじゃあ。おうよ。ここにも、あやめと柿つばたがおるよ。おうよ。自己肯定感は、大事だよねー。何事も、ポジティブにいこう。ご視聴ありがとうございました。